誉富士菅野は、青森県西津軽郡鰺ヶ沢町出身で、伊勢ヶ濱部屋に所属していた、元大相撲力士。現在は年寄立山。本名は、三浦海野。血液型は、B 型。愛称は、みっちゃん。身長は180センチメートル、体重は162キログラム。得意種は突き押し。最高位は、西全頭6枚目。好きな食べ物は寿司。趣味は、コレクション、天体観測、海釣り。憧れの力士は、無双山で、無双山に倣って、銀根津の締め込みをしていたこともある。小学3年生の時から相撲を始めた。始めた理由は、好きな女の子を守れるような強い男になりたい、というものだった。鰺ヶ沢町立鰺ヶ沢第一中学校では3年の時に全国中学校相撲選手権大会で準優勝するなど頭角を見せた。この時に小学校時代の指導者の知り合いだった元横綱旭富士にスカウトされ、将来入門するならこの部屋だと決めていたという。青森県立五所川原農林高等学校、近畿大学時代も全国大会などで活躍した。ちなみに、元小結舞の海は、同郷で、小中学校の先輩にあたり、元幕内正史は、高校の1年先輩である。近畿大学卒業の直前に、同大学の先輩でもある元、旭富士の伊勢ヶ濱部屋に入門し、2008年1月場所に、初土俵を踏んだ。2008年5月場所で、序2段で優勝し、翌、7月場所で3段目優勝を果たした。9月場所で幕下昇進を決めるなど、スピード出世だったが、左肩の怪我で2場所全休するなど、幕下下位で苦しんだ。しかし2011年5月の技量審査場所で4勝3敗で、勝ち越すと大相撲八百長問題で、多くの力士が引退したため一気に、西幕下25枚目に番付を上げ、6勝1敗の、好成績を上げた。そこから、幕下上位で3場所連続で勝ち越しを決め、悲願の十両昇進を決めた。新十両で迎えた2012年1月場所では、2日目からの8連敗が響き終盤に巻き返したが6勝9敗と、負け越し1場所で幕下へ陥落。ただ、3月場所では4勝3敗で勝ち越し1場所での十両復帰を決めた。5月場所は西十両13枚目で13日目に勝ち越しに王手をかけたがそこから連敗し7勝8敗と負け越した。7月場所は初日から2連勝と好スタートを切ったがそれ以降は黒星が重なり5勝10敗という成績で幕下へ逆戻りとなった。幕下に下がった9月場所は5勝2敗の好成績で1場所で十両へ返り咲いた。11月場所ではこれまでと違って、初日から順調に白星を重ねていき、12日目に、関取として、初めての勝ち越しを決めて10勝5敗の好成績を収めた。2013年1月場所は西十両8枚目に、番付を上げて2場所連続で10勝5敗の成績を上げた。3月場所では東十両4枚目の地位で、序盤は出遅れたもののそこから白星を重ねて3場所、連続で10勝5敗の好成績を収め、5月場所で新入幕を果たした。青森県からの新入幕は、2011年7月場所の宝富士以来戦後42人目。この5月場所は5勝10敗で終えて1場所で、幕内の地位を明け渡し、翌、7月場所も7勝8敗に終わるが、2013年9月場所は10日目まで3勝7敗の状況から千秋楽まで5連勝して8勝7敗の勝ち越しを収める。翌11月場所は抜け抜け気味の星取りに終始し、千秋楽は木村山との給金相撲を制して8勝7敗。2014年1月場所は2013年冬、巡業で連日20番以上の申し合いを行った。稽古熱心さと、裏腹に初日から8連敗を喫するも、後半立て直してなんとか6勝9敗でとどまる。同年、9月場所は東十両2枚目の地位で11勝4敗の好成績を残し、翌11月場所に9場所ぶりの幕内復帰を果たすと、同時に最高位を西前頭12枚目まで更新した。この場所は、押し相撲が冴え渡ったこともあって8勝7敗の成績を残し、自身初の幕内勝ち越しを果たした。2015年11月場所は、自己最高位の西前頭6枚目の地位を得て、この場所に自身初となる日馬富士の太刀持ちを務めた。しかし、場所成績は3勝12敗の大敗に終わった。2016年3月場所に2度目の十両陥落となり、3場所十両で過ごした後に2016年9月場所は3度目の入幕。しかし場所前から右足の怪我を抱えており、初日から3連敗して、右肩い三頭筋の筋挫傷で、約1ヶ月の加療が必要との診断書を提出して4日目から休場。11月場所は西十両8枚目の地位で土俵に上がり、この場所はあえなく12日目で負け越しを確定させるが、残りをすべて勝って7勝8敗と善戦した。2月4日、部屋の女将のいとこである同い年の女性と結婚することを発表。2015年1月場所中に、都内のホテルで女将に紹介されたのが馴れ初めである。しかし結婚してから、初めての本場所となる3月場所は初日から5連敗と振るわず最終的に4勝11敗の負け越し。5月場所は13日目に勝ち越しを決めて9勝6敗。場所後の6月4日、無人島都内のホテルで挙式披露宴を行った。同じ一門の関取衆ら関係者約500人が門出を祝った。ウェディングドレス姿の夫人に、世界で一番可愛いとにんまり。師匠の伊勢ヶ濱親方には、幕内の力はある。ガラスのハートを鉄板にしてほしいと激励され、頑張りたいと、幕内復帰を誓った。9月場所は10勝5敗で、優勝決定戦に進出。進出者は、自身も含めて4人で、同部屋の安美錦も出場していたが、トーナメント形式の初戦で、阿炎に敗れて十両優勝はならなかった。10月7日の秋巡業埼玉場所では、幕内の申し合いに参加し、4連勝と3連勝を記録するなど、元幕内の実力を見せた。この日の稽古では25番取って16勝9敗。しかし迎えた11月場所では、十両の土俵では自身、ワーストとなる12敗と精彩を欠いた。2018年1月場所は6日目の千代の興戦で、右足甲を痛め、大事には至らず出場を続けたが怪我の影響は、少なくなく11日目に負け越しを喫した。中日の取組後には、朝はいつも通り稽古場におり、しこやぶつかりはやっている。それほど気にならなくはなったけど、まだ多少はねと怪我の影響についてコメントしている。それでも、直近数場所でよく見せた回しを取る相撲のおかげか、残りをすべて勝って7勝8敗と踏みとどまった。続く3月場所は、千秋楽に給金相撲を落として7勝8敗。西十両10枚目に番付を落とした5月場所は、序盤から精彩を欠いて10勝目に負け越しが決定。結局5勝10敗の成績に終わった。本来なら幕下陥落となる成績だったが、番付運に恵まれて、翌、7月場所は東十両14枚目に踏みとどまった。この場所は、初日から連勝スタートとしたものの、その後は6日目に不戦勝を得た以外は全て負けて3勝12敗という、成績に終わった。これにより34場所連続で在位した関取の地位を手放すことが決定的となった。陥落後の2場所も負け越しが続き、2019年1月場所は痛めた左肩の手術を受け全休した。2019年9月場所13日目に当場所をもって引退し、伊勢ヶ濱部屋付きの親方として、後進の指導に当たることを表明。同日の理事会で年より、立山の襲名が承認された。引退会見では、関取になって親方にまでなれるとは。本当に幸せ者だなと実感しているとコメントし、思い出の取り組みとして十両時代の2014年、7月場所11日目の栃ノ心戦を挙げた。9月場所での三段目優勝と今後の検討を、場所前に、鰺ヶ沢町で行われていた、激励会で誓っていただけに、関係者からは、まだ活躍してほしかったとの声も上がった。相撲2012年1月号35ページ AB8 月15日、誉富士、勝負手は忍耐も、日刊スポーツ、大相撲ジャーナル2015年6月号68ページ AB、デリシャス上内、大相撲界京平や誉富士間の、大相撲ジャーナル2014年2月号39ページ、この場所で白星を挙げた8番中6番の決まり手が、押し出しであった。誉富士が、初幕内勝ち越し。親方から、褒美飯 nikkei.kansports.com2014 年11月21日20時4分、大相撲ジャーナル2016年1月号95ページ、誉富士が休場=大相撲秋場所4日目時事、.com2016 年9月14日-11、48誉富士が、婚約会見、プロポーズは、夜景の見える場所で、バラの花束を持って2017年2月5日5時0分スポーツ報知、誉富士、挙式。500人が、祝福2017年6月4日7時30分スポーツ報知、大相撲ジャーナル2017年12月号 P、9から10。誉富士、明生の攻めに見せ場なく、1番、悔しい5敗目。東北スポーツサンスポ、com2018.1、22時、相撲2018年3月号、P59、誉富士、白星締め。終盤戦盛り返し4連勝、東北スポーツサンスポ、com2018.1、29時、元幕内誉富士が、引退表明更新指導へ。サンスポ、com2019 年9月21日閲覧。引退及び年寄り襲名のお知らせ協会からのお知らせ2019年9月21日、元誉富士、本当に幸せ者=大相撲時事、com2019 年9月22日15時1分、誉富士引退に関係者から惜しむ声みちのく新報2019年9月2日、相撲2012年8月号54ページ、誉富士と巡業すべてで、爆笑芸披露デイリースポーツ 2015.12E14、大正丸、関取に誉富士、病が、七夕願い様々日刊スポーツ2015年7月10日1時6分。夏の絵日記2016 8月15日、誉富士日刊スポーツ、誉富士、立ち合い失敗、黒星スタート、電車で帰るよ。東北スポーツサンスポ、com2017.11、1310時、大相撲ジャーナル2017年6月号付録、スポーツ報知2017大相撲名鑑 P15、右肩3頭筋損傷のため4日目から休場4人による十両、優勝決定戦進出14日目に、引退発表。ありがとうございます。